紆余曲折してたどり着いたレスラーへの道。間違いなく今日、人生が変わる日になる。赤コーナー、篠瀬三十七。入門当初はでんぐり返しすらできなかった男が、37歳で念願。トーナメントでは体格を生かしたファイトで秘めたる才能が開花。どんな過酷な状況をも一瞬で変えてしまう必殺のエルボーで、篠瀬は決勝までたどり着いたのだった。青コーナー、土井浩二。悪の限りを尽くしていた少年時代の自分を救ってくれたプロレス。様々な団体でもがきながらも、土井は憧れのプロレスラーになる夢を叶えた。2年目を迎えた選手生活、このフィンレイ杯を取り、さらなる飛躍を狙う。人生を変えるチャンスはそうやすやすと巡っては来ない。目の前のライバルを倒し、若手ナンバーワンに輝くのは果たして。第1回デーブ・フィンレイ杯トーナメント決勝戦、篠瀬三十七対土井浩二。